3連覇、宇野昌磨のショート。早くも大きな手拍子の中、最初のジャンプは4回転、4回転フリップ、きれいに決まりました。ダブルトーループ、バタフライからのフライングキャメルスピン、レベル4獲得。トリプルアクセル決めました。足換えシックスピン、しっかりとレベルを取ってきてますね。笑顔も出ています。